し暑くなってきてますけども、うん、ビニールプール、はい、ウォーターガンがバカ売れしてるらしいですよ、うん、まあ、家でそっか、そう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 、子供はプール行けないからとか、そうだね、確かになんか近所の家でやってるわ、もうなんかプール、ビニールプールみたいなね、やったかな、やってた家で、うん、翔くんちでやったかな、ん何ですか、翔くんちで、翔くんち、はい、誰、お母さんの高校の同級生の子供が同い年なんだけど、そこんちで入ったかな、確か翔くんち、うん、そうそうそう、泊まり行って、うん、朝6時にガチ喧嘩したので、おなじみの翔くんとガチ喧嘩して、そんなことある、親父が起きてきて止めに来たっていう、いや、うん、だってめったに会わないでしょその翔くんは、会わない、でも理由は覚えてないんだ、さすがに、うん、覚えてないですけど、でもすごい仲良かったですよ、そこの家族と、うん、あんま会わないですけど、うん、今は、うん、そこの家族と二家族で、うん、全員あのヒステリックミニのあのサングラスかけた赤ちゃんの、サングラスかけた赤ちゃんの服を全員着ている写真とかあるんだから、最高じゃん。それこそ祝いだよ。それこそ祝いだよ。祝い家といえばもうヒステリックミニだからね。あ、サングラスした赤ちゃんのキャラクターでおなじみのブランド。そうそうそう。うん、親父なんか攻めてたね。うん、あのサングラスしたヒステリックグラマーの、昔のヒステリックグラマーの女の人がサングラスして横たわっておっぱいボロンって出てる T シャツとか着てたんだから。すごいね。俺だけかな、岩井家がヒルシステリックミニっていうのがすごい好きなの、うん、俺だけなの俺だけかな、なんだろうね、これ、うん、ちっちゃい頃から見てるからだな、もううち全然裕福じゃなかったけど、うん、ほぼなんか親父の給料をヒステリックグラマーとヒステリックミニに注いでたらしいからね、別にもっと安い服なんていっぱいあるもんね、うん、高いからね、高いよね、うん、だから好きだったんだね、給料のほぼをヒステリックグラマーに注いでたらしいから、ね、すごいじゃん、うん、巻き散らし、娘からの好感度がだだ下がりした話をしていましたが、うん、好感度を取り返すにはヒステリックグラマーのおっぱいポロン T シャツを着るのがいいと思います。なんでだよ、岩井さんのお父さんが着ていたという話を聞いたとき、どんなお父さんか詳しく知らないのに尖ってて頼りがいのある父親だったんだなということだけは伝わってきたので、うん、きっと娘さんも同じイメージを持つと思います、という、それいや必須でいくらなんですか、これいいかもね、うん、なんでね、よくないでしょこれは、もう娘には必須ミニで、うん、親はヒステリックグラマー、これね、うん、だいぶいいと思いますよ、俺も本当思い出になるもん、やっぱだいたい子供の頃の写真、うん、全員ヒステリックしてるからそれでね、思い出になってんの、なってるなってる、うん、浮かぶのやっぱり、あ、浮かぶね、やっぱこの、ちっちゃい思い出、その思い出とともにあるもんね、うん、やっぱりね、いやだもん俺さ、うんやっぱこうディズニーランドの写真とかもあるんですよ、なんかディズニーランドのね、なんか樽みたいのの上に俺が座ってる写真、はいはいはい、もう本当にサングラスかけた赤ちゃんの T シャツ着てますから改めましてこんばんは、ハライチの岩井由紀です。サービーです。この放送収録している本日が4月7日、はい、うん、七夕というね、なるほどね、皆さんどんなお願い事をしましたか、どうですか、はい、なんかね、うん、子供さんにもいんだから、はい、なんかやった方がいいんじゃないの、七夕何にも今年は何にもしてないですね、やれってお前、七夕はイベントごとやってんの、こういう豆まきだとかさ、まあ、ある程度はやってるけど、七夕は家でやったことある、そもそも、いやあるよ、うん、全然、えら、そうよ、何にもやらないイベントなかったもん、うち全てのイベントやってたんじゃないか、あ、そう、うん、もうその豆まきも、豆まきとか七草がゆ、七草がゆ、ゆず湯、勝負湯は、勝負もやってる全部やってんだよ、偉いね、その日はやっぱあれなの、そのまあサングラスかけてさ、うん、おしゃべりくわえてる赤ちゃんが笹持ってるバージョンの、うん、T シャツとか着てる、それをヒステリックグラマーが出してないから、まずヒステリックミニの七夕エディションみたいな、いやいや、ヒステリックミニの七夕エディションがもしあったとしたら、うんうん、絶対勝ってたと思うけど岩井家のね、岩井家みんな来てたからさ、ヒステ親が好きだからね、グラマー、うん、そうか、やろうかな、ちょっと遅れてもね、やった方がいいよ、まあそうですね。